聖なる夜をアートなお菓子で、これアイシングクッキーって言うんです。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、本日は吉田町。訪れたのは菓子工房千歳屋。可愛らしい外観からイメージできる通り、手作り感いっぱいの焼き菓子やカットケーキが並びます。中でも評判なのはアイシングクッキー。アイシングクッキーとは、粉砂糖と卵白を混ぜたクリームでクッキーの表面をデコレートしたお菓子。エレガントでデザインも自由自在。というわけで、千歳屋のアイシングクッキークリスマスバージョン。カラフルなツリーやホワイトスノーのお家にサンタさん。食べちゃうのがもったいないくらいのアートな世界が広がっていました。もうすぐクリスマス、ケーキに飾ってもいいですね。